Salutations, spooks, spirits, and specters, and welcome back to more Corpse Party Book of Shadows as we continue Chapter 1. And seems that after our slumber party, we're going to go into the main plot here. The main trigger for the whole adventure. 彼女はカバンから紙でできた人型の片代を取り出した。どこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに受けてくれるというあれにそっくりだった。ビジュアル的に呪いの儀式みたいで、なんだか怖い。私以外のみんなもぎょっとしてた。ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをするとね、その場にいたみんながずーっと一緒に繋がっていられるっていうおまじない。永遠に友達でいられるんだって。ほう、どうやるの？ダメだ、これはダメだ。みんな、危険だ。これはしちゃダメなんだ。命に関わる。Here we go! さあ、トシ。命とはまた大げさだな。あれあれ？違う！冗談じゃないんだよ、みんな！怖がりのサトシが必死で嫌がってる。そんなに拒否するほど怖いかな。大丈夫よ、持田くん。これはいつもの怖いやつじゃないから。お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。彼一人目に涙を浮かべてそれを見ている。なんだかかわいそうになってきた。でも鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし。どうしたんだろう、サトシ。頼む、やめてくれ。これはやっちゃいけないことなんだよ。どうして分かってくれないんだ。あれ、これ本気の時のサトシだ。え、サトシ、何が言いたいの。同じ日が繰り返されている。俺には分かるんだ。この先大変なことが起こる。Satoshi, how many times have you been through this? もう終わるから、いい子で待ってて、持田くん。繰り返してる？委員長が言ってた騎士官ってやつ？そういえば、なんだろう、この現場、この空間、このおまじない、なんだか。おまじないの紙人形をつかみながら、私は自分の記憶を遡っていた。じゃあみんな、引っ張ってちぎっちゃって。It should be 8 pieces because Satoshi hasn't joined in yet. But I'll let it slide. 青ざめた顔をして、
サトシが神人形を掴んで参加する。And the little sister. Yeah, that's nine. You should have been saying eight. ようやく意地を張るのをやめたね。と微笑むみんなの顔とは反対に、私は嫌な予感がどんどん膨らんでいた。これ、待って、これ、本当に。行くよ。せーの。Finally, I get to have a speaking part. As soon as I reached the hallway, I fell to my knees with a thud. Yada! 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 Nana no are! Hito! Makuro! Makuro datta kedo! Oh, is this after the nurse station? Panic ni naru atashi no me no mae de.開け放たれた保健室の入り口から黒い影がゆっくりと出てきた。Yep, yep, 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 yep. 殺してやる。いやパニックになる頭の中を整理する。何だったの今の。何が起こってたの今。黒い霧みたいなものが私の全身から、口から、耳から、体の中に入ってきていた。喉の奥に太いものが詰まってて、息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。私は今殺されかけたんだ。胸の奥に大事にしまっている命をまるで冷たい手にわしづかみにされたようで、私の体は全ての器官がひっくり返ったように乱れていた。胃がおかしい、腸がおかしい、足がもつれる。人間はプレッシャーだけでこんなにも体が狂うのか。喉に残る自分の胃液の味と匂いに、私は再び吐きそうになるのを必死でこらえていた。私、絶対覚えがある。ここに来たの、初めてじゃない。幸せの幸子さんを行った私たちは、すごい音がして教室の真ん中に穴が開いたと思ったら、気がつくと古びた廃校舎の中にいた。サトシやシシド先生、委員長たちの姿はなく、私のそばには聖子だけが倒れていたの。聖子と私は二人で励まし合って校舎の探索をしていたんだけど、玄関も窓も全部閉まっていて外へ出ることができない。
そんな中、サトシの妹、ユカちゃんの声が廊下の奥から聞こえたの。足をくじいて動きづらい私を保健室のベッドに休ませたまま、聖子は一人でユカちゃんを探しに行ってしまった。そこへ一人になった私を狙いすましたかのように、真っ黒い人影のようなものが現れて襲いかかってきたんだ。怖かった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 。歯が勝手にカチカチとなる。唇が別の生き物のようにブルブルと動く。どうして私を一人にするの？私も一緒にユカちゃん探しに行くって言ったのに、どうして一人で行っちゃうの？セイコ、足手まといってこと？ナオミ、どうしたの？大丈夫？セイコ、そんなことが。一人にしてごめんね。大丈夫だった？聖子の顔を見たら体の震えが止まった。この子がいると本当に安心する。しがみついて泣きじゃくりたい気持ちになる。素直にそうすればよかった。私のこと置いてって怖かったんだから。ごめんごめんね、ナオミ。一緒に出口探そう。知らないよ。やだ、もうほっといてよ。どうせ脱出なんてできないんだ。安心感からか、私の胸の奥からはまるで拗ねた子供のように大粒の涙とともに怒りの感情が溢れ出してきた。この子に当たっても仕方がない。この子は何にも悪くない。分かっているのに私は言葉を止めることができなかった。心底心配してくれているのに、守ってあげると決めたのに、聖子の顔を見て私の甘え性にますます火がついていく。このまま行方不明でお母さんにも迷惑かける。ほんと最悪。ナオミ、大丈夫だよ。そんなこと言わないで。私が帰ってくるまできっとずっと探し続ける。お母さん仕事あるのに足引っ張って邪魔して超親不孝だよ。ここで死ぬ私が見つかるわけがないのに、無駄なことさせて。この時、聖子と話しながら私はさらに別の考えに心を支配され始めていた。流れはダメ。無駄じゃない。家族ってね、迷惑とか足引っ張るとかそういうものじゃないよ。言えないけど、その人のためなら何だってできるものだと思うの。さっきの既視感が戻ってきて、どんどん確信に変わっていく。
そう、私はこの先の運命を知っていた。このまま進んじゃうと。だけどそうだよね、心配はかけるべきじゃない。夏美お母さん優しい人だし。だからそうならないようにね、ナオミ、大丈夫だよ、絶対に帰ろう。あんたの家はどうだか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方できないよ。このままだと聖子が首をつって死んじゃう。このままじゃいけない。聖子をここで一人にしちゃいけない。 I saw a little quick save thing pop up there.私はとっさに謝ろうとした。でも聖子、Something's interfering.謝ろうとした途端、喉に何かが絡まって息ができないほどむせ込んだ私は、その場にしゃがみ込んでしまった。ナオミ、大丈夫？あなたの気持ちを逆なでしちゃってるのなら悲しいけど、私離れてるから。聖子、待って待ってよ。走っていく聖子の後ろ姿が小さく暗く消えていく。取り返しのつかない選択をした気がした。聖子に向けた私の意識をある違和感が強制的に引き戻す。口の中に異物感、何か入ってる。私は慌てて口の中に指を突っ込んだ。ズルズルズルっと私の喉の奥から絡まった長い髪の毛がたくさん出てきた。I agree. I concur. 真っ黒な髪の毛は引っ張っても引っ張っても出てきた。胃の中から食道を通って私の手のひらまで途切れなく。扁桃腺が刺激されてまた戻してしまいそうになる。
おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。何か理由があって私は同じ現実を繰り返しているんだ。謝ることも許さないってこと。何かの力が働いてる。何かがまたこの世界でも聖子を殺そうとしている。ダメだよ、そんなことさせない。絶対させないから。とにかく追いかけなきゃ。謝ろう。あの子を一人にしちゃダメ。私は聖子の走っていった方へ廊下を駆け出した。でも、立っていることもできないぐらいの激しい地震が起こって、私はその場にしゃがみ込んでしまった。校舎全体が揺れ、暴力的なまでの恐ろしい爆音。そこら中でガラスが割れたり、天井が崩れ落ちたりしている。怖い、怖い、怖い、怖い。こんなところにこのまましゃがんでいたら死んじゃうかもしれない。天井が落ちてきて、穴が開いて。一瞬にも数分にも数時間にも思えるほどの恐ろしい時間が過ぎて、校舎はようやく静寂を取り戻した。体中をこわばらせながらゆっくり体を起こすと、頭の上からほこりや木くずがパラパラと落ちた。 One more, I think. It's you! Sorry. 服の中にも砂みたいな細かい粒子がいっぱい入ってて、ジャリジャリ言う。気持ち悪い。 It doesn't matter if it's pleasant or not. We have to go save Seiko. 服をつまんでバサバサと払い、スカートをはたいて立ち上がってみた。埃が舞い、白く煙る廊下を見渡すと、そこには絶望的な状況が私の前に横たわっていた。今の地震で床が抜けて、向こう側へ、聖子の方へ進むことが
できなくなっていたのだ。もう少し向こうにしゃがんでいたら、床の亀裂に飲み込まれて、私は無事に住んではいなかった。穴の縁に膝をつけて、穴の底を覗き込む。暗くてよく見えないけど、この校舎、意外と階ごとの天井が高い。さらに下の階の、ちょうどここから真下の床にも穴が開いたみたいだ。ここから落ちたら、どこまで落ちていくんだろう。身震いしながら、私は腰を上げた。どうしよう。どこか別のところから回り込めるかな。急がないと。急がないと、聖子が自殺してしまう。まだ間に合うんだ。Naomi, Seiko doesn't do that. 今度こそそんなこと絶対させない。そんな運命変えてやる。Oh, this is different.I was wondering what the gameplay would be like, or if it would be straight up nothing but visual novel stuff with minor changes. If I hit escape. No, no, that does nothing. Z? Okay, Z does that. What does X do? C? Oh, C and Z are the same thing. Backspace, enter.Nothing, huh? All right. Interesting. What's over here? There's a large hole in the floor, too big to jump across. Getting to the other side won't be possible from here.Going back to the nurse's office because that's where the ghosty ghost is. Let's traverse over there.壁に叩きつけられて飛び散った人の内臓のようなものがこびりついている。ものすごい匂い。さっき聖子が言っていたけれど、本当に生臭い。臓器特有の匂いって有無を言わさず吐き気を催させる刺激がある。また吐き気がしてきた。Nothing to see here. All right. Let's move forward. The door to the science lab is frozen in place, as if it's just a decoration on the wall. It can't be opened. Oh, that's exactly the same thing I remember from the game.The door is frozen in place. Yep. Okay. Okay. Got it. All right. Well, I'm going to go ahead and end this here. So thank you all very much for watching.
And the chow for now. Oh, I can move it like this! Chow for now.